トミックス98274 JR14 系ムーンライト九州基本 B セットということで、14系のムーンライト九州車 の展望車付きのやつが発売されました。なので、買ってまいりました。というか予約したのはですね、引き取ってまいりました。もうちょっともう結構前なんですけどね。はい、箱はこんな感じです。ブックケースですね。開けましょう。はい。おー。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。説明書が入ってます。共通かな？共通ですね。インレタが入ってます。スマホ選択式ですね。まあ、これはいいでしょう。おー。はい。かっこいい。白幕。これ何の時でしょうね。基本なので4両入ってます。はい。付属品はなんだこれ。台車。台車。はい。では1両ずつ見ていきましょう。はい。ということで、おっと、取り出しづらい。はい。1両目です。これが、なんだろう、スハーフかな。スハーフの14ですね。ドン。と。さてさて。フォーカスが合ってくれましたね。こんな感じです。ムーンライト九州しか方向幕がないんですよね。これ印刷らしいです。交換式とかじゃなくて。私はこれを、シュプール編成として再現したくて買ったんですけど、残念ながらシュプールの、幕がついていないので、どっかから探してくるしかないんですね。なんと屋根が一色ですね。これいいな。なんもないんだな、ここ。ツルッツル。すごいですね。いやー。特に、帯の乱れもないですね。はい。でこちらが、面白いですね。はは。面白いですね、なんか。本当に。この車両。展望車が出たので、これはと思って買ったんですけど、展望車はやっぱりいいですね。まあ、シュプール号とかムーンライトでは、宝の持ち腐れって感じですけど。ダミーカプラですね、前面は。はい。なんで、TN かな、こっちは。で、こっちはアーノルドカプラです、こっち側は。なので、これもどうしようかな、TN かな。結構高くつきますね。はい。この車両がこのセットの B セット、基本 B の目玉と言っても全然過言ではないでしょう。はい。で、こちらですね。多分オハ14です。オハ14。全体だとこんな感じ。ここは何のスペースなんでしょうか。ここは。ホロガーツ、さっきも。ですけど、どっち側もついてますね。最初からあれだな、ボディモントの TN カプラをつけてほしかった。で、この14系は、オリドです。オリドの扉ですね。で、こちら、これもオハ14かな。同じかな？同じなのかな？あ、でもなんか、ここも埋まってますね。埋まってるのか最初からなのかわからないですけど。側面もシールも何もないんで、ちょっと寂しいですね。この行き先、ここじゃない、ここだね、この上のところ。ないので、ちょっと寂しいですね。特に印刷の乱れはないですね。印刷というか塗装の乱れは、今のところは見られないです。はい、4両目ですね。次が4両目、これなんだろう。スハーフ14？同じやつかな。さっきのなんだろう、さっきのスハーフ14でいいのかな。説明書、ちょっと見にくいな。まあいいや。はい、
こちら側の先頭車は、なんと、アーノルド・カプラーです。もう絶対こっち側、絶対こっち側、ティーヌ・カプラーに変えます。ちょっとこれじゃねえ。で、エンジン部分だけ、グレーですね、床下が。他はみんな黒なんですけど。白飛びがすごいな。多分このカメラで撮ってるのとパソコンで見るのとスマホで見るのと全部違うんですよね。なので難しいところではあります。どれを基準にしたらいいのかがわからないので。で、というかあれだな、これ何両ケースだ。よいしょ。1,2,3,4。あ、8両用ケースが、8両分のウレタンが入ってます。ので、造血を2つまで、買い足せるということですね。てか、付属品これだけなのか。あれ？なんかジャンパ線みたいななんかあるみたいなことを、でも聞いてたんだけど。ないのかな？ちょっと後で調べてみますね。はい。で、お顔の比較でもやりますか。よいと。はい。おー、いいですね。このね、ムーンライト90しかないっていうのは致命傷ですね。私はスプールつがい系とか、発砲かな。スプールつがい系発砲とかかな。あと、妙高滋賀とか、の北陸本線を夜中走って長野方面スキー客を運びますっていうのを列車を再現したかったので、それのシールを今探してるんですけど、茶貝とかガレージのメーカーから出てないみたいでちょっと苦戦してます。ビートレーからシュプールっていうのが出てるんで、そちらをまあなんとか探してこようかなと思ってるんですけど、まあ、なんか誰か知ってる方いましたら教えてください。で、それで、これですね。わかる方はわかると思います。ポチ袋ですね。中古で漁ってきました。はい。全開ロットの14系ですね。まあ、おは、もちろん。こいつらはまあいいでしょう。で、この子ね。そうなんだ。これを、もう開封しちゃってるんで、あれなんですけど。これをベースで見てたんで、よいしょ。こういう風にジャンパ線がついてるんですよ。ここにね、わかるかな。なんで今回もジャンパ線がついてるかなと思ってたんですけど、ついてないですね。はい、同じだよね。同じだよね。あら。なんでついてないんだろう。もしかしたら欠品かな？ちょっと、ちゃんと後で調べておきます。はい。いいですね。方向幕は頑張って変えます。はい。なので、自分は7両編成になりましたね。はい。牽引機は、敦賀のEF のパイチとミックスの持ってるので、それかな。あとはトワガモを買い足すかもしれないです。はい、ということで、まあこれでいいね。はい、トミックスの98246かな、違うね、98247です。失礼しました。98247の、ムーンライト九州基本セット B の開封でした。それではまた。